プルルナス、これはアインマラ語、アインマラ語ですね。アインマラっていうのは皆さんインカ帝国というのをご存知だと思いますけれども、インカっていうのはケチュア語という言葉を使ってたんですね。でインカに滅ぼされたアイマラ文明というのがあるんですけど、その部族の人たちが使ってたのがアイマラ語といいまして、もうインカ帝国はないんですけどね、当然ないんですけど、その、アイマラとケチュアの文化というのはずっと引き継がれてまして、よくアンデス のテレビ番組なんかあるとね、道にこういうすごい大きなスカートを履いてこう、ね、帽子かぶった、女性の皆さんがこうたくさん座っているのをご覧になると思うんですけど、彼女たちはチョリータっていう人たちで、実は道に座って商売してますけど、スペイン語とアイマラ語とケチュア語が話せるトリンガムっていうのはね結構、いましてですね、賢いんですよ、ね、そうなんです。だから僕らも向こうに住んでたり、まあ、今は時々遊びに行ったりしますけど、まあ、よく騙されますね、やっぱね、買い物とかでね。叶いませんわ、本当に。ということで、プルルナス、これはアイマラ語で、聖者の翼というね、曲です。軽快な、ワイニュというリズムの中でお送りします。聴いてください。